はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方は、よろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルは、ビジネスセンスを磨くというコンセプトで、毎日配信をしています。今日は何の話かというと、データ分析についてです。優れた料理人に学ぶデータ分析者に求められること、必要なことを3つに絞ってご紹介していきます。それでは最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマはデータ分析についてです。皆さんは普段データ分析をお仕事でされているでしょうか？簡単なものであれば、Excel やスプレッドシートを使ったデータ分析、集計や分析、もし高度なものであれば、モデルを使ったものといった、いろいろなデータ分析があります。皆さんはどんなデータ分析をされているでしょうか？今日お話ししたいのは、データ分析者に求められることを3つに絞って、展開をして皆さんとデータ分析について掘り下げます。で、発想を広げるために料理人から学ぶデータ分析に必要なことというテーマで話ができればと思っています。では料理人を例えてみてイメージしてみましょう。シェフとか料理職員、いろいろな方がいらっしゃいますが、共通して思う料理人の人、優れた料理人の人が求められているスキルは3つにできるかなというふうにまずは考えました。では優れた料理人に求められること3つとは何でしょうか。一つはまず食材を仕入れられることですね。素晴らしい、例えばお寿司の寿司職人であれば、新鮮なネタ、良いネタ、旬なネタを仕入れられること。食材、野菜だとか肉、魚、果物、お米と、こうした素晴らしいまず食材となる材料を仕入れられる能力、目利きですね。これが一つ求められる能力になります。で、二つ目は料理の技術になりますね。狭い意味では、ここが料理人に求められるスキルになってきます。具体的には、包丁さばきだったりだとか、食材を活かせるような料理を作れること、料理を作る全般のスキル、これが二つ目の能力になります。では、ここまで食材を手に入れて料理にする、調理する能力、それに加えて、あと一つですね。最後、三つ目は何でしょうか。それは、料理人として最も大切だなと思う、お客さんが求めている味とか、料理を提供することだと思います。三つを見たときに、一つ目と二つ目というのは、あくまで美味しい料理を提供するための手段、プロセスなんですよね。食材を手に入れて、美味しい料理を作る。レシピを考える。こうしたことは、あくまで食べてくれる人、ビジネスであれば、来てくれるお客さんがどんな味を求めているのか、その求めている味に対して自分はどんな料理でお客さんの満足いく料理を提供するのか、これが最後3つ目の優れた料理人が持っている能力だというふうに考えます。で、ここまで3つ見てきました。食材を手に入れる、料理のスキル、そして美味しい料理を提供する。で、この3つはデータ分析に当てはまるなと思ったのが今日の、きっかけになります。で、先ほどの3つをより一般化して抽象化して表現をすると、何かを集める、そして作る、でお客さんに届ける、集める、作る、届けるという3つなんですね。ここまで抽象化すると、いろいろなことに転用できるなと思って、その1つが今日考えていきたいデータ分析なんです。で、今の優れた料理人に当てはまる能力をデータ分析に当てはめると、どんなことが言えるでしょうか。料理人ではまず優れた一つとして、食材を手に入れられること、目利きがありました。これをデータ分析に当てはめると、データを分析するためのそもそもの元になる情報、データですね。データから情報にするためのローデータをどういうふうに集めてくるか。データに関しても、まずデータの特性をしっかり理解しておくこと。具体的には、誰が誰のために何の目的で、どこでいつ、何のデータをどうやって手に入れたか。こうした 5W1H とよく言いますが、この 5W1H の観点でデータをしっかりと理解していること。そのデータがデータ分析の目的に沿ったものであるか。この下判断も目利きに含めて、良いデータを集められる能力。これが一つ目のデータ分析者に課せられたスキルだと思います。では、料理人の二つ目の能力というのは、料理の腕前でした。ここもデータ分析の競技の意味での分析スキルにあたります。一つ目で集めたデータをどう加工して集計をしてデータ分析をして、チャートとかグラフを作っていくか。そしてチャートだけではなくて、そこから大事なのはどんな解釈、示唆を得るか。示唆から
提供する相手、データ分析の結果を見せる相手に対してどこまで提言をして踏み込んでいくか、ここもデータ分析者が求められる出の見せ所になるでしょう。では3つ目の能力見ていきましょう。料理人の場合はお客さんに満足のいく料理を提供することでした。データ分析に当てはめると、データ分析というのは純粋に 100% 自分のためだけにするものを除いて誰か他の人のためにデータ分析をします。で、データ分析というのを広い視野に立って捉えてみると、何かしらのビジネスの目的があって、その目的を達成するためにデータ分析は手段にわたります。またデータ分析というのを誰か別の人に見せる、お客さんであったりだとか同僚、上司、他部署の人、あるいは経営陣といったような見せる相手がいるので、その見せる相手が満足する、料理で言うと美味しかったと言ってもらえる、そして次もまた食べてみたいと思ってもらえるような、しっかりと意味のある示唆に富んだ提言まであって、アクションにつながるビジネスに貢献できるようなデータ分析を必要な適切な相手に届ける能力、これがデータ分析者に問われることです。裏を返して言えば、データ分析をやって終わりだけではないんですよね。しっかりと届けるところまでやる、そして届けた相手がアクションにつながる、ビジネスに貢献できる、相手の会社であったりだとか自分たちの会社にビジネスとしてどこまで貢献できているか、ここまで視野を広げて、データ分析者というのは自分がやったデータ分析に責任を持つ、データ分析で会社を動かしていく、ビジネスに貢献していく、このあたりの気概も持っているとデータ分析者というのはいいかなというふうに考えます。はい、というわけでそろそろクロージングです。今回はデータ分析について見てきました。アナロジーとして、優れた料理人に求められる3つのスキル、食材を手に入れる、料理をする、そしてお客さんに満足のいく料理を提供する、ここからデータ分析者に必要な資質、能力を見てきました。一つはデータを手に入れる、そのデータを適切に理解しておく、次にデータ分析のスキルですね、目的に応じたチャート、示唆、提言まで持っていく、そして依頼者に対してしっかりと提言や示唆まで、考察も提示をしてビジネスにつなげる、こうした3つの能力、データ分析と料理人の特徴、共通する特徴だというふうに考えました。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。また、チャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。